バレーボールで単なるトップチームを目指すだけではなく、北の大地に新たなるスポーツ文化を作るため様々な挑戦を続けてきた北海道初のプロバレーボールチームボレアス北海道に密着。ボレアスはまず一つ僕にとっての夢ですし、自分を表現できるもの、とにかく新しいこと、そしてチャレンジする姿勢っていうのは全員で共有していると思ってます。You know, that's not like typical traditional Japanese club. They want to do things differently. 危機感しかないというか、時間が足りないなっていうのをすごい感じますよね。いや、だって嫌じゃないですか。ああ、しとけよかったなみたいな。皆さんよろしくお願いします。お願いします。その裏側に隠された栄光と挫折。挑戦する姿を通して、V リーグとは、プロスポーツとは何か。スポーツにおけるチームの在り方に迫る。北海道旭川市、札幌市に次ぐ北海道第二の都市。エンタメ産業が札幌市に一極化する中で、2016年一つのスポーツクラブが誕生する。ボレアス北海道。結局地域が元気がなくなったら仕事なくなっちゃうじゃないですか、自分の会社だけよくても。なった時にこの地域のために何ができるんだと考えた時に、バレーボールしかやってない僕の身としてはプロスポーツチームだみたいな。バレーボールのトップリーグである V リーグは、前身の日本リーグをもとに1994年に誕生。2016年にプロリーグ構想が発表されたが、全チームの足並みが揃わず、実業団チームでの運営継続が決まる。プロ化という意味ではプロ野球、J リーグなどからは遅れを取っているのが現状である。2016年10月21日 IDF バレーボール部を母体とした北海道初のプロバレーボールチームボレアス北海道が誕生。直後からプロチームとして運営会社ボレアスを起業し、チーム主体の運営方法を取ったボレアスはバレー界の中では異質な存在だった。設立記者会見でもう言っちゃってるんですよ。最短で日本一狙いますと。もう当然無理だとか、何やってんだとか、何がしたいんだとか、金儲けしたいのかとか、あえての旭川で、あえてのバレーボールで、あえてのプロスポーツチームで、であえての最短で日本一になるっていう、これは革命じゃないですかね。チームが発足して間もなく、キャプテン、そしてエースとしてチームを牽引する人物が加入する。作っちゃったみたいな電話を動かするわけですよ。じゃあ行きますみたいな。代表の池田健志郎と旧友でもあり、 V リーグ一部 J テクトで活躍中だった古田志郎が、当時三部相当の発足したてのチームに加わったのは大きな衝撃だった。やっぱり夢だったっていうのが一つ大きくあって、北海道で育ててもらって、で北海道の人たちに支えられたから今の僕があって、で僕なりの恩返しが何かっつったら、まあ、ここで戻ってきて引退を迎えるっていうことが恩返しじゃなくて、ここで僕が成長し続けること、もっといいプレイヤーになること、でその結果で自分自身の結果もそうですし、で V1 に上がっていくっていうストーリーだったり、日本一になっていくっていうストーリーで、まあ、証明していくっていうのが本当の僕の恩返しというか、一つの使命なのかなと思って戻ってきてるので。 V リーグ加入初年度は V チャレンジリーグ2からのスタート。エース古田志郎の活躍もあり、
順調に勝ち進むが、シーズン中盤で故障。それでもチーム一丸となり戦いを続け、初優勝を勝ち取る。しかし、V リーグが2018-19 シーズンに新たな運営方法に変わり、チームは3部残留という形になる。2018-19 シーズンは、V リーグディビジョン3からの戦いとなり、選手の入れ替わりもある中、若手選手の活躍などもあり層の厚さを見せ、見事に2年連続となる優勝を果たした。また昇格に必要な S2 ライセンスを取得したため、最速で日本一を狙うチームは V リーグ参戦からわずか2年という速さでディビジョン2昇格を決めた。リーグ自体の V3 っていうところになってくると、またちょっと変わってくるなっていうのはもちろんあったんですけど、まあ、それ以上に可能性に仕掛けたかったですし、で早い段階で今のウォリアーズの選手たちにトップリーグっていうものを経験してもらって、まあ、このままじゃいけないんだって、けどそういった中で頑張って V1 で戦って勝っていくと本当に人生変えれるような、やっててよかったなって思ってもらえるような瞬間が絶対訪れるって信じてて、今だとどちらかというとそれなりにやってそれなりに勝てちゃうというか、良くも悪くも非常に大事なことではあるんですけど、目指してるところから見ると足りてないよねってやっぱりなりますし、ボレアスの快進撃の裏側にはチームの頭脳であり世界を知る男の存在があった。プロチームであるっていう意思表示も込めて、監督はもう絶対外国人って決めてたんですよ。地域のバレー協会の有力者などが指導者になることが多い中、ボレアスは発足当初から外国人監督であり、母国クロアチアのナショナルチームでも指導経験のあるエド・クラインを登用し、世界のバレー技術をチームの中に取り入れた。 No, we were really on the same page on everything. You know, this was the reason, you know, from the first meeting that I came here.And you know, he explained, okay, come here, this is a club for you, because, you know, that's not like typical traditional Japanese club. They want to do things differently. Because I don't think, like, with my style, I would, like, fit in some old, hardcore, traditional Japanese club. Well, I think that it's a very interesting team with a lot of potential. You know, I'm kind of satisfied how they kind of accepted my way and, you know, how they're improving and growing.もちろんバレーボールチームボレアス北海道核ですし中心ですけども、もうボレアスっていう存在意義としてはスポーツを通じて何ができるか何を伝えられるかっていうテーマで動いてますので、正直言ってもう毎試合毎試合再三会ってないですけど、全て未来に対する投資ですよね。この地域にはこんだけ素晴らしいエンターテインメントがあるんだっていうのを常に発信し続ける、そのお客さんの満足度が 120% になった時に次の新しいお客さん連れてきてもらえると信じてます。徐々に広がりを見せていくチームの中にあって、発足当初から支え続けてきた加藤伊織選手兼副部長は成長とともに確かな手応えを感じていた。何なのこのチームっていうところから始まって、いろんなところでこうチームの説明とかして国産の、ね、活動をずっとやってきて、今その時に目指したトップリーグに上がるっていうのは、少しずつこう最初はまだもやっとしてたものがどんどんこう現実味を帯びてやってくるのが、今この3年半ぐらい経って少しずつなんか本当に現実的になってきてるのが、やってきたことは間違ってなかったのかなと思うんですけど、もっと僕らを知ってもらう形で何ができるかっていうふうになった時に、あの外に貼ってあったのぼり、あれ買い物行為だってやって、このチームって何なのみたいなっていうようなところもやりましたし、いろんなメディアさんにも、まあ、結果がついてきたおかげで取り上げられる機会が増えてきたので、その中でこういろんな紹介をしてもう地道なことも含めて、どちら仕配りとかも含めていろいろやってきて、まあ、それで初めて知ってもらえて、その中で興味持った方が来てくれてる数も増えてるなっていうのはある実感としては、まあ、まだまだ全然改善点もいっぱいありますし、もっとこうおもてなしじゃないですけどお客さんに対してもこうできることいっぱいあると思うんですけど、まあ、そういうのもやってって
先に V1 リーグでそれ見せるっていうのができたらなと思うし、それやりたいんで。最近聞くのはなんか居酒屋とかでボレアスの話題なってたよとかっていう話を聞くようになってて、すごく嬉しくてですね、この街ってこう一つになるものなかったんですよ。でまさしく今回のラグビーのワールドカップとか次のオリンピックとかは日本一つになるチャンスですけど、おかげさまで今なりつつあるなってちょっと感じてて、それこそ本当に僕が作りたかった世界、スポーツが文化に根付いていくっていう。スポーツで学べることって今の世の中多分すごいあると思うんですよね。よりしっかりとこれから次の世代に残していくことが、僕らが学んできたことを学んできてくれた方たちに対するまず恩返しだなっていう部分と、バレエ界の先輩からバレエ界の僕たちに、そしてバレエ界の後輩たちにってのはもちろんだけど、僕らはそれをバレエ界の後輩たちにだけではなくて社会にっていう、また違った方向に向かったっていうのが一つ大きな違いなのかなと思いますけど。北海道昔からバレーって結構強かったんですけど、うちの息子がいた東海第四高校の全国三冠を何回と取ったとかね、旭川も実業高校女子、これが全国大会全国優勝もしてますけどね。ただその後の器がないんですね、北海道に、うん、地元にやっぱり強いチームがないと子供たち憧れないんで。田代ブラザーズということで、3番田代貴之選手、そして田代博光選手です。自分がバレエ教えてもらっていろんな経験できたりとか、まあ、現にこういう風に今自分がなってるんで、そういう面では北海道少年団の数どんどん減ったりとかもある中で、なんか故郷でバレーボールで貢献というか恩返しできたらいいなとは思ってます。地元にチームできてこう参加させてもらうっていうのはすごくありがたいことだと思ってますし、で今後もしっかりチームに貢献できるように、でまた次の世代から旭川出身の選手が入ってきてくれたらいいなと心から思ってます。いろんなものを組み合わせてそれをチョイスして、それで自分をどう表現するかっていうところが本当に非常に大きなウエイトを占めるんじゃないのかなと思ってるので、そういった個人がチームとしての集合体になってきたとしたら、パフォーマンスもそうですけど社会的な価値もそうですし、チームの存在意義もそうですし、高まってくるのではないかなと思いますね。スローガンが Children of the Revolution っていう、新しいことにチャレンジするっていう、その意欲そのものを持ってレボリューション、革命をしていこうっていう、そんなメッセージを込めてます。ですので、まあ、今我々がやってること、チームの戦ってる姿勢、全てそこに象徴されているように、とにかく新しいこと、そしてチャレンジする姿勢っていうのは全員で共有していると思ってます。日本のバレーボールに対してもいろいろと新参者ながら言葉は選びつつもいろいろ意見は言わせてもらったんですけど、まあ、とはいえやっぱり実力ないと話が進まないんですよね。おかげさまで最近ちょっとずつ聞いてもらえるようになったんですけども、アメリカなんかもそうですけど、バレーボールの市場って伸びてるんですよね。ただ日本完全に取り残されてる状況で、卓球の T リーグですとかバスケットの B リーグとか、まあバレーボールももっともっとポテンシャルがありますから、そこをちゃんと伝えていくっていう役目をもう我々が担っていかなきゃなというふうに感じてますね。勝手に思ってます。でも結果だから、それがどこに着地しようとも、そこを目指して一生懸命全力でやってるっていう、そこにこそ価値があると思ってます。そして迎えた 2019-2020 シーズン、 S1 ライセンスを取得、 V チャレンジマッチの出場権をつかむための戦いが幕を開けた。